南原アナ関とは、江戸時代に当時の鳴子村の村長だった遊佐平左衛門が山間地でも農業ができるように作った灌漑用水路です。この穴関はですね、1640年代に、初めて、伊達藩政時代に、掘削されたというふうな水路で、総延長が1880メーター、トンネル部分が1330メーター、高低差がですね約20メーターということで、1% くらいの勾配のいわゆる掘削技術、測量技術を持って成し得たというところであります。当時の話を聞きますと、夜にですね松明を灯して対岸の西原というこちらの地域なんですが、こちらの方から明かりの高低差を上げろ下げろと指示しながら、その勾配を確保したという言い伝えになっております。当時そういった測量技術で、なおかつ手掘りでこれだけの水路を開設したっていうのは、ものすごい技術力と、まあ皆さんの知恵だなというふうに感じています。遊佐平左衛門の作り上げた山間部での高度な水管理構想は、大崎地域全体の稲作に影響を与えました。今でも地域住民たちの手によって南原アナ関の清掃活動が春と秋に行われています。世界農業遺産の大崎高度、先人たちが積み重ねてきた知恵と努力の結晶でした。